またちょっとためになればと思って、お話しさせていただきます。今回の進展としては、通帳預かれてんね。そうですね。で今回もらった通帳が、年金が毎月落とされてる通帳と、管理費のみが落とされてる通帳と、ガスと電気を引き落とされてる通帳を3つもらいました。ちょっとね、通帳の中身見てね、僕たちびっくりしたんですけど、めちゃめちゃ、なんですかね、真面目っていうか、几帳面っていうのかな。年金はきっちり振り込まれてるんです。で、直後に抜いて、もう常にもう年金だけしか振り込まれてない通帳ですね。で、マンションの管理費だけしか引き落とされてない口座、それが何も引き落とされてなくて、もう定額も、な。毎月。管理費2万1000円。はい。で、なくなりそうになったらまた10万入れてみたいな感じの口座ですね。でこっちが水道とガスと電気だけですね。もうこれも10万円きっちり入れて、なくなりそうになったらまた入れてっていうのでしてるんですけど、やっと預かれたんで、もうこれ僕らで管理していって、もうこれはもう僕らで負担していくために、まあ僕たちが預かってここに責任を持ってちょっと入れていきます、うん、これでおばあちゃんにね、いちいち心配してるから電気止まるんじゃないかとか、それだけがいつも心配やったんで、ね、こっちでもう振り込んどけば、うん、預けてるときはね、とりあえずは一段落かな、うん、ただまあ通帳ってやっぱお金の流れ見れば生活の実態が分かるっていうふうに僕も前お伝えさせてもらったんですけど、うん、もう何やろ、機械的すぎて分からへんな、几帳面めっちゃ、だから多分どっかに多分貯金してる口座もあるやろうし、うん、現金で置いてる部分もあると思うんですけど、まあ、その辺はもう一切教えてくれずなんで、まあ、それはまあいいかなとは正直思ってます。で僕前回施設入所の動画出させていただいたんですけど、ちょっとさすがにあの金額を毎月負担はちょっとしんどいなっていうのが正直なとこです、うん、まさかあんなにお金かかる、毎月お金かかると思わなかったんで、なお、仮に1年入ったとしても、まあ結構な金額になりますし、うん、ってなってきたときに、まあ、もう施設入所ってなれば、もうこのマンションを売って、それを多分。にしていくしかないですもんね。うん。でも多分おばあちゃんのことやから絶対それは許してくれへんやろうから、うん、負担しなしゃあないんかなっていうので。うん。あとはもう、ヘルパーさんやんな、来てもらうかやな。そうですね、施設入れるってなるとやっぱ金額的にもやっぱ厳しいところはあるんで、もう週1回とかでもいいから見に来てもらったりっていうのが、うん、だから多分大体施設入る方って家売って施設入ってそれを元でって言うとあれやけども、そのお金をやりくりしてたと思うんですけど、家も置いといてもう施設のお金も全部もう、うん、払うっていうのはちょっときついかなっていうのが、かといっておばあちゃん自身もヘルパーさん知らん人が家に来るのも絶対嫌やっていうのも言ってるし、もうちょっとまた平行線になってるね、進まないですね話がどうしようかなって感じです。まずはただ僕たちの新店主はもう口座預かれたのは大きいかなと思います、うん、ライフラインの口座なんで、そうですね、管理費とね全部ライフラインの口座なんで、これを預かれたのはでかいかなと思います。ただ、まあ、僕たち仕送りさせてもらってるんですけど、年金が見たら1ヶ月、え、2ヶ月に1回で5万円、5万円、2万5000円ずつ1ヶ月、うん、だからまあ普通の方やったらちょっときついよね、うん、生活は絶対に絶対できない、ね、仕送りとかなかったら絶対できない、うん、レベルだと思うので、まあ、なんぼマンションとか何もローンない、うん、携帯代もないって、うん、なっても、ね、なかなか、まあ、節制してるタイプではあるんですけど、なかなか厳しい金額やなっていうの、うんうん、まあちょっと引き続きまた話家族でしていかないとダメやなと思いますね。もう施設のお金はちょっと現実的なものじゃないかなっていうのが、うん、まっ全く持ってこっち側から全額捻出、うん、まあ、ちょっとうーんっていう部分もあるし、まあ、ヘルパーさん来てもらう選択肢しかないんかなっていうのが正直なとこですね。絶対おばあちゃんこの家、うん、売らないって言ってるんでね、買えるっていうのも言ってますし、ずっと
帰りたがってますからね、ずっと、うん、そんな感じですね。はい、また何か進展があればご報告はさせていただきます。はい、で先ほど動画撮らせてもらってる時に背景気になる方いらっしゃったと思うんですけど、昔おばあちゃん木彫りの先生やってまして、で趣味のものとかもあるんですけど、結構作品がここちょっと映ってるのもほんの一部なんですけど、だいぶいろんなところに棚の中びっちり詰まってたりとかあるんで、やっぱりここら辺のものをどうしていくかっていうのはちょっと悩みどころですね。実際僕らもちっちゃい頃から見てるんで、すごい思い出の品でもありますし、やっぱり全て残しておくわけにもいかないんで、どう、なんていうんですかね、簡単に処分できるものでもないので、どうしようかなっていうのは家族で今相談してる段階ですね。なんか視聴者様で本当に子供の思い出の品が捨てれないとかいろいろ聞きますけど、本当気持ちは分かりますよね。すごい親身になって分かりますね、今になったら。